ポーランドリトアニア共和国内のミンスク県の一県省ミンスク県、ミンスカス県は、ミンスクを行政中心地とするリトアニア大公国、の後にポーランドリトアニア共和国の県である。1566年にリトアニア大公国の行政単位として成立し、1569年のルブリン合同後もポーランドリトアニア共和国の行政区として存続するが、 1793年の第2次ポーランド分割までに、聖西ロシアに割譲されて消滅した。本県は1566年のリトアニア大公国の行政改変によって区分された県であり、成立当初はミンスカス軍、リサイク軍の2軍からなっていた。1569年のルブリン合同で、ポーランド王国とリトアニア大公国が連合王国となると、 ポーランド領のキユウ県から、まず軍が編入された。ポーランドリトアニア共和国の成立後、ミンスク県は、南西でブルツェスク県、西はノボグルデク県、北西はビールの県、北はポーツク県、北東はビテプスク県、東はムシチスワフ県と接した。また、南東から南にかけてはキウ付と接しており、17世紀の一時期はスモレンスク県、 ジルニハウ県が設置されて、両県と接した機関があった。1772年の第1次、ポーランド分割によって、リサイク軍が、第2次ポーランド分割によって残る全県が、帝政ロシア領となり、ポーランドリトアニア共和国のミンスク県は消滅した。イゲタサダヨシ編、コンサイスロは辞典三成堂、2009年、P721、ありがとうございます。